はい、こんにちは、伊部社長です。前回ですね、浅田モーターサイクルの、社長がですね、こう自宅と、まあ、自宅というか本社とですね、別で借りていた事務所の、まあ、倉庫の中をですね、動画で出させてもらったんですけども、まあ、ちょっとだいぶ暗い状態で、出していたもんですから、中ですね、明るい時の写真だったりとか動画、撮れた時点でですね、出しますよというお話、ご連絡いただいた方々には、させていただいたんですけども、まあ、やっとですね、出せるタイミング来ましたので、この後ですね、1枚ずつ出していきたいなと思います。まあ、多いお問い合わせでですね、この車種なかったですかとか、いろいろいただいてたんですけども、ちょっとどうしてもですね、一平社長バイクの知識が全くなくてですね、そのあたり今回ですね、その写真の中に番号を振り分けてですね、やっておきますんで、例えば1番は僕のバイクのはずですとか、2番は僕のやつのはずですみたいな形でですね、出していただけるといいかなと思ってます。ただですね、いろいろな情報、僕の方にも回ってきてまして、もしかしたら同じバイク、同じバイクでですね、こうローンを組んだ方が何人か、いらっしゃる可能性もあるなというところですね、そういった意味でこう一人一人のですね、ご連絡いただいて、これはこの方のです、これはこの方のですというところですね、整理していきたいなと思ってますので、ご協力いただけたらですね、ありがたいなと思います。その後ですね、コメント欄の方に入れていただ、入れてください。早速ですね、写真の方出していきたいと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、写真の枚数もそんなに多くないもんですから、こうもうちょっと右のやつが見たいよとか、もうちょっと左が見たいよとか、ここにある部品なんですかとかっていうご意見もあるかなと思うんですけども、そういったものも含めてですね、こう、まあ、LINE の方だったりとかにご連絡いただいたりですね、していただけたらなと思います。あとですね、こう見ていただいている方の他にもですね、こう被害者の方だったりとかいらっしゃるかなと思いますので、こう、まあ、高評価ボタンでもバットボタンでもいいんですけども、こうアクションいただいてですね、またコメントも何かしらいただいて、まあ、少しでもですね、拡散していただけるとありがたいなと思ってます。まあ、全員をちょっと救済することは僕にはできないかもしれないですけども、一人でもですね、そういった方、救えたらなと思ってますんで、ぜひですね、拡散と、ご連絡の方、お待ちしております。追加の情報だったりとかそういうものがあればですね、随時発信していったり、させていただければなと思ってますんで、まあ、被害者の方というとあれですけども、何かあった時にですね、すぐ動画見られるように、チャンネル登録だったりですとか、そういうのをしていただけると、ありがたいなと思います。ご連絡はですね、先ほども言ったコメント欄、またはですね、まあ、個人情報を含むようなものに関してはですね、こうコメント欄に入れるとちょっとどうかなと思いますんで、こうリンク欄のところのですね、公式 LINE の方からご連絡いただけるとありがたいなと思います。それではよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。それではまた次回の動画で。いや、それにしても思ったよりご連絡いただく方がめちゃめちゃ多くてですね、今も20人ぐらいとやり取りしてるんですけども、まだまだちょっと増えるのかな、ちょっと分かんないですけどね。中の状況も含めて随時発信しながらね、やっていきたいなと思うんですけど、ちょっと僕もそろそろ連絡取れる方の数が限界が来てるかもしれないですね。まあ、でもちょっといただければなるべくちょっと早い段階でですね、返信はしたいなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。それではまた。